山口さんいい温度計持ってるそうですね。あ、そうですよ、白金抵抗温度計。白金抵抗温度計、うん、白金抵抗ってあの気象庁 の、 その観測でも使われてますよね。そうです、非常に、ね、精密な温度計で、うん、あのね、細かく言うとあれなんですけど、温度が変わるとこの抵抗値が変わる、うんうん、電気抵抗が変わるっていうあれなんですけど、本当にね綺麗に温度とその抵抗値の比例関係がものすごく綺麗なんですよ。なるほど。え、それはどうやってデータで見れるんですか？うん、その抵抗値を、うん、あの温度に測る仕組みが、まあ、入ってて、で、まあ、なので私はもうデジタル温度計 の、 その製品を、うん、持ってるんだけど、そうです、そうです。あれを作るのはなかなか私の腕では及ばないですか？まあ、すごく難しそうでしたけど、そうなんだ。でもそれは数値でも出てくるんですね。じゃあ比例関係をデータでも見ることもできるんですか？そうです、見れます。見れる、はい、あのそのね、抵抗値をそのまま読み取れば、うんうん、あの温度によってこう変わるっていうのが出せるんですけど、結構ね、そういろんなタイプがありますよ。温度で抵抗値変わるって、うん、サービスター温度計とかもね、うんうん、温度で変わる、あれ抵抗だったっけな、多分抵抗だったと思うんですけど、読み取るんですけど、結構ねばらつきが大きいんで、うんうんうん、安いんですけどもね、うん、精密な観測には向かない温度計があったり、まあ、様々なのがあります。様々いろいろあるけど、精度のいいものをお持ちということで。そういうことです。そうなんです、はい、あ、ぜひ今日もですねリポートで、あのアメダスで見ると、まあ、40度とかそういう地点は出てないけども、こう自分の手元で測ってたら、はい、ビニールハウスは40度だった、うん、あと木陰は40度近くまで上がってたと、はい、アメダスでは出ない数字っていうのが、うん、実は実際に生きてる我々には出てたりするんですよね、はい、あ、もう本当にね、もう細かく気温なんても変化してますから ね、うん、ね、いろんなパターンで、ね、見て取れると思いますよ、ね、なのでね、40度に行かないんだったら大丈夫かなっていうことじゃなくてね、こういう自分が生きているところを40度近くまで上がってることっていうのは十分にありますので、それも加味したのが暑さ指数ってことになってくるんですかね。あ、そうですね、暑さ指数はまあ予想気温と、あとはね、輻射熱、まあ、湿度、そうです、湿度そのあたりを元にしてますので、うん、ベースとなる予想気温は基本的にはやっぱり、ね、このアメダスとかで測られるような日陰イメージなんですよね、うん、あ、そう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 です。ただやっぱり、ね、我々の生活してて一番危ないのは、うん、まあね、このアスファルトの照り返しとか、うん、あとはもう直射日光下ですよね、全く日陰で、なってない、あとはね風の有無でまた大きく体感異なったりしますから、うん、そのあたりをね、総合的には、ね、まあ、判断する必要はあるんですけども、うん、まあ、暑さ指数は、まあ、その中で、まあ、湿気も含めた、うん、ね、その照り返しも含めた、まあ、参考のための、まあ、温度ということになりますね、うん、ね、まあ、だからそういったところも、ね、合わせて確認をして、ぜひ皆さん暑さ対策っていうのを、ね、もう本当にしっかり行っていただきたいなというふうに思います。ほとんどずっと喋ってもらっちゃってるんですけども、はい、ここから今日から週間のお天気の解説になっていくんですよね、はい、承知しました。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。じゃあすいません、お言葉に甘えて、はい、今日のお天気、気温をね今すごく詳しく確認していきました。